毎日更新ドグチューブドグマ風見と川村綱信です。あら、本名の方でズバリときましたね。それはありがとうございます。綱信さん、もうやっぱレトロゲームといえば綱信、綱信といえば、星垣みたいなとこありますからね。最近ね、田舎から結構届きまして。あ、そうなんですね。いいもんだなと。なるほど。あなたのね、男性器の下についているこう生殖袋が、星垣のようになっているというお話でございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最近風見の下ネタトークがですね、なんかあの女子中学生、女子高生から人気があるっていうか。あ、人気があるんですか。人気があるそうですよ。結構なんかドグマさんウケるみたいなのがね、うちのお父さんと同じこと言ってるっていうね。そっちの目線なんだなっていう。うわ、そういう、まあね、おかしくないですよね、もうね、言うたら。まあ、今年38ですからね。だって20歳に結婚して子供いたらもう。もうだってあと2年経って結婚してね、子供が20歳になったら僕60ですからね。それまで生きていられるかな。じゃあこれ。さあ、ということで福袋レビュー、はい、今日もやっていきたいと思います。はい、今日買ってきたのこちら。こちらです。そうわい。プレイステーション2福袋。2500円。お価格的には9000円から1万円相当、うん。あ、これはいいじゃないですか。嘘だ。絶対に嘘だ。せーの。嘘だ。1万円あったらプレステ2の本体買えますっちゅう。そんなほど言っちゃいますけども、そんな入っとるはずないですっちゅう。まあ嘘でしょうね。まあでも検証していきましょうよ。まああんた詳しいでしょ、プレステ2は。まあプレステ2はもうね、いわゆるこうリサイクルショップ系行くと、一番ワゴンにある、まあ、つまり一番売れた、まあ、売れたからソフトもそれたくさん出てますから、ね、まあ言ったら名作からそうでないゲームまでいっぱいありますからね。何が入ってると思います、1本だけ。ウィニングイレブンシリーズは絶対入ってます。素晴らしい。ウィニングイレブンシリーズ、うん、俺当てていい、はい、アメリカ横断ウルトラクイズ。でもあれそんなで、あーまあ、いや、案外入ってると思うよ。僕あとはね、なんだろうね、あのなんとかを作ろうシリーズ。あー、今、まあ、プロサッカークラブを作ろうとか、ああいうやつね、はい、うん、あとね、シムシティも入ってるな。あ、でもなんか割とコアなファンがいるとこ選びますね。な、名作ってなんやろ、プレステ2で。あとね、多分やと思うよ、はい、多分そればっかでは福袋買った人が怒るから、多分 FF10 は1個入ってると思う。あー、まあまあ FF もとで、まあ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 みたいな気持ちにさせようってしてると思う。まあ、10か分からんよ、うん、13か分からんけど、何、うん、か分からん、何か入ってると思う。俺結構初期でバーンと売れたもの入ってそうだ、うん、俺鬼武者シリーズは1、2、3、2あるわ。松田優作の入っとる、うん、松田優作さんの入っとる、金城じゃなくて、まあ、いそうかなって気はジャンレノかもしれんからな。行ってみましょうか。行ってみましょう。行ってみましょう。はい、じゃあ開けていただいてて、うわドキドキする。うわ、もう破いちゃう。あ、意外と開きますね。すぐ。あ、本数的には前回の、裏向けてズバッと、前回の DS ぐらいの数ですかね。じゃあ行きますよ、はい、よし、はい、行きます。でこちら、はい、ドン。あ、テイルズじゃん。デスティニーや、しかもすげえ。ワンの方のほら、まあまあって入れとくんやね、こうやって。あ、いや、これはいいと思いますね。名作ですから。無印はプレステのね、方入れて、はい、これでもあれ2のリメイクな、あ、分からん、ワンじゃない、ディスティニー。でもディスティニーって出てなかったっけ。ファンタジア、ワンで、もうさ、ファンタジア、プレステでディスティニーで、俺もマッピーもテイルズ一回もやったことないと分からない。あのスーファミ版のね、歌はね、そう、よく知ってるんだけど、ね、ごめんね、俺もテイルズシリーズ一回もやったことないのよ。あ、でもいいじゃないですか、はい、さあ次行きましょう、はい、こちらドン。お、広角機動隊スタンダーロン、スタンダーロンコンプレックス、いいじゃないですか。いいですね。まあ、映画がね、押井守さん監督のやつが名作ですからね、素晴らしいですね。次、さあ次、ドン。ドン、何これ、クラウチングタイガー。あ、何これ、これあれじゃないですか、あの、全然、ほら、あのジェットリー、ジェットリー、映画の主演のゲーム化なのかな、じゃないですか。剣を極めろ、宙を舞い風を切る、先日は剣術のみに徹す、ヒズ爽快スタイリッシュアクション。はい、ここだけ見たらデビルメイクぐらいの、はい、あ、まあそれ系のね、アクションのやつ多かったですよね、今年で、はい、流行りましたね。さあじゃあ次行きましょうか。出た、こちら
あーそうか、この存在ありますね。ザ恋愛アドベンチャーシンプルシリーズよね、これね。シンプルシリーズは入ってるなっていうのがありますね。そうか、シンプルシリーズなかなか俺ら当たらんな、うん、これやってみたいですね、うん、じゃあ次行きましょう。さあ次ドン。これも結構初期タイトルじゃないですか。これ俺知らんな。これバンジョーとカズーイじゃないのこれ。まあ世界観というか雰囲気はあっちのゲームですもんね、海外のゲームで、ね、これ知らないな俺、これ SC さんのやつなんですね、うん、じゃあそっち行きましょうか。さあこちら、あーなるほど、あーそっちか、これは絶対あるわ。あそれか、しかもこれ売れましたからね。あ、4か、うん、ね、だってエンパイアから何からこうシリーズ出てますもんね。南国無双とね、戦国無双もありますけども、うん、やっぱこれ4の方か、うん、いやこれそんなにやってなかったかな、無双シリーズは、うん、これでも無印の1のやつやりました、面白かったです、面白いね、うん、1面白い、やっぱあの爽快感がたまらないですからね、うん、はい、じゃあ次行きましょう。あっ、ああこれは実用的な遊べるやつ、これもシリーズ出てますね、たくさんね。いいですよ、これやっぱあのたけしの挑戦状からヒントを得たという噂のね、パパパパ元祖グランドセフトオートって言われてますからね、たけしの挑戦状はね。バイオレンスゲーム、バイオレンスアクションですから、ね、いいですね。僕はしかも5しかやったことないのよ。しかも3はプレステ2で出た一番最初のやつですよ。1、2があれなんだっけな。確か1ってスーパーミコンで出てなかったっけ。スーパーミコン出てないです。あれ、なかったっけ。スーパーミコンじゃない、プレステで1出てました。プレステか、うん、1やりたいんだよね。コンシューマーだと1がプレステで出てました、ね、次行きましょう。こちらさあ続いて、はい、デロン、あ、戦国、無双オロチ、無双オロチ、これやったことないな。あオロチシリーズや、光栄さんの魔王最高。ちょっと申し訳ないけど知識がなくてコメントで知識書いてください。いや多分いいゲームなんですけど、でもこれ見た格ゲーでも無双やから違うか、無双やんな、あでもあれらしいよ、平清盛、源義経とか出てくるらしいよ。あいろんなそっち系のやつなのかな、日本系の、日本とか中国の方も出てくるんだ、太鼓坊とか出てくるんだ。まあ、その太鼓坊さんの知識もすらないっていうね、全然出んぞ俺らの。ドン、はい、フェイトアンリミテッドコート、これ知らないな俺。あれ坂つく全然来ないじゃん。このフェイトという作品の情報はですね、はい、ムクちゃんがすごい好きだっていう、あムクチューブでおなじみのムクチューブで、あー、ね、ムクちゃんに直接聞くか、まあ、メーカーさんの公式ホームページの方で検索してもらえば詳しい情報載ってますね、はい、なんかアニメ化もまたなんかね、はい、最近動いてるような話、うん、これカプコンさんですごくいい作品ですからね、皆さんやってみてください、ね、結構ねこうマイルドでこう角がなく丸いような、でもとんがっていつ、うん、5つ、うん、そしてアクションゲームでありながらシューティングの要素も含みつつ、うん、アドベンチャーのような RPG のような、うん、とても素晴らしいグラフィックの世界観でございますからね、うん、はい、まあ、こんだけ言っときゃどれか当たるでしょう、どれか当たるでしょう、ね、はい、ということでございまして、はい、最後でーきた、うわー、やーっぱりやっぱりこれ入っとった、ほら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 、いやーや、あれそう考えるとほらサッカーシリーズ一本も入ってない、一本もないよ、すげえこの福袋すごいな、マジでか。いや俺多分ここのお店の店員さんは FF10 を福袋に1個ずつこう入れてると思うよ、はい、名作やから、あまあビッグタイトル入ってればまあまあって感じやね、でもこれいいんじゃないですか、2500円だったら。全然悪くないっす、悪くないっす。俺 FF10 あのちょっとしかプレイしたことない、クリアしないからちょうどいいかもしれんわ、うん、まあでも家に3つあるけどねこれね。しかも今やるんなら絶対 HD の方がいいからね。あそうですね、出てますもんね。でも今ビータでも出てましたね。いいよねこれ、300円で済むってことはね、うん、私始祖を倒しますって書いてあるもんな、始祖、神、始祖、神、始祖を倒します、いいな。でもやっぱプレステ2のこういう、うん、いいね、懐かしいの、うん、でも本当にプレステ2も、ま、前回やった DS もいいですけど、うん、本当にやっぱいいのってこうファミコン、スーパーファミコンの福袋買って、うん、で RPG のやつを電源入れて、うん、前の人のデータが残ってるとちょっとなんかほっこりするよね。あ、まあそうですね、うん、ディスクメディアになってからちょっとそれはねなくなっちゃったけど ね、 ね、だからメモリーカードを中古で買うと面白いけどね、セーブ残ってたりしてね。昔メガドライブのなんとかっていう RPG を中古屋さんで買ってきたの、はいはい、ロールプレイング、はい、全然わからないんですね、はい、で電源入れて
前の人のセーブデータ見て、うん、主人公の名前がこれほんまなんやけど、はい、オナニーっていう名前やったんやいやもう完璧にもう時を経て俺がみんなに公開したもんオナニーやってしかもひらがなよオナニーそれレベルどのぐらいまでレベルね92やったオナニーレベル92なんぼほど好きやったんやろうかそれでめちゃくちゃ敵オナニーなぎ倒しとったもんボワーボワーってまあそういうね福袋っていうのはロマンがありますんで、皆さんプレステ2の福袋見たら買ってください。必ず入っている予感がいたしますので、ありがとうございました。ということで川村さんがドグチューブ初登場でしたけども、いかがでしたか。いやいやいや、僕言うてもあのね1000円ガチャガチャのやつとか、何気に東京行ってる割にはその機会がなくて、タイミングがなかなかね。そうそうそう、今どうですかっつったら、ご飯行こうよってドグマさん来ても、今ね千葉にいるんですって、東京いねえじゃねえかって、東京いねえじゃんいねえじゃんなんだよそれって、なかなかタイミングあれですけどもね。でしたけども、いや、まあ、2016年は、はい、いっぱい引きずり回しますんで僕は This is 張さんの、ね、負担を減らすという役割に、あ、なるほど、サポートに徹する形で、あ、はい、わかりました。でもその This is 張はですね、はい、なんか年末の僕の生放送スペシャルの、まあえて言いますけど新人のね、はい、ドグ生で言った新人の協力してくれる方の出来を見てですね、はい、かなり危機感を覚えると新人通信がかなりやばいと、これはもしかしたらドグマさんに切られるんじゃないかっていうことをおっしゃってましたから、まあ、確かに僕も、はい、話した時にちょっと先やられてんだよなみたいな先にやられちゃうんだよなっていうのはおっしゃってたのはありましたね。まあ、なんでね、彼に今年の抱負は何ですかって言ったらですね、はい、逆らわないことって言ってましたからね今年も皆さんで楽しいことやっていきましょう、はい、ということで、福袋、はい、プレステ2の福袋を開けてみました、はい、皆さんもぜひ買ってみてください。さようなら。逆らってはダメだよ。